はい、じゃあ早速プレイしてみましょう。初めてなんでね。いいお天気。あ、調子いいんだ。運動してるとそうなんで、運動するといいですよ、皆さん。うわぁ、名前呼ぶじゃん。俺の時だったらコナミだったのにな。普通、ナチュラルに呼んでくれる。さっさくめっちゃ動いてくれんのね、ランニング。さあ、ランチ前に一走りしてたとこ、一緒にどう？どうしましょう。邪魔にならないかな。全然。行こう。めっちゃ誘うじゃん。めっちゃ誘ってくれる。いいじゃん。あ、すごい、動いてる。俺の運動の成果だね。動いてる、新鮮。一緒に走ってるペース、結構楽しそうにやってるよな。もうそれはそれは楽しいです。今見てたの？時々。でもさ、楽しそうにやれるって才能だぜ。めっちゃ褒めてくれるじゃん。自己肯定感高まる。俺も見習わないとって思ってた。そっか、いや私そろそろ限界かも。無理は禁物。一緒に走れて楽しかったよ。じゃあね。行っちゃった。ちょっと疲れたけど、笹くんと走れて楽しかったな。すげえ楽しかったけど俺。いや、これ言いますけど、笹くんといるとね、自己肯定感高まるよ。あ、すぐ褒めてくれっから。笹くんはすげえなお前とか、もうほんとそうよ。一緒にこう、なんていうんだろうな、成長できるキャラだと思いますね、笹くん。うん、もう運動コマンド一択だ俺は。さあ、というわけで、笹くんとデートのアポを取りましたんで、ちょっとデート行っていきましょう。どこに行くんだろう。少し遅くなっちゃった、ごめん。服選びのせいだ。あー、来てる、もう。お待たせ。あ、来た来た。どうもどうも、遅れてごめんなさい。確かに待ったけど。やっぱり君にそんな顔してほしくないな。やだ、優しい。優しいじゃん。じゃあさ、代わりにまた今度ここで待ち合わせするってどう？それで次はちゃんとくればいい。うおお。そしたら今日の遅刻は上書きされるだろう。え、優しい。わかった、ありがとう。で、今日はどこ行くの？いいとこだな。空気もうまいし。ちょっと郊外っぽいね。じゃあ、行こうか。ここはどこ？うん。体験系のイベントがいろいろあるみたいだね。乗馬だろ？羊の毛刈り。なるほど。牧場か。どうした笹くん。うん？乳搾りがしたいのか？え？君が言うと、なんかすごいな。お前の声だぞ。君が言うとって、君、お前の声だからな。なんで？なんでってさ。なに？で、乳搾りすんの？する。あ、すんだ。頬をからめてするって言うなよ。なぜ頬をからめたんだよ。めっちゃ見るじゃん。付け根を挟んで下に絞り出すように。お、同じリアクションしちゃった。おーっつって。だいぶコツがつかめてきたかも。ほら、音がリアル。バケツに入ってる感じするわ。笹くん、だからなんで頬をあからめてんだよ。あ、交代する？うん、このままでいいや。いや、それはちょっと私が気になるな。すげえ見るんだもん。早速牛乳得意じゃなかったんだ、悲しそうな顔して。飲めるけどさ、ぬるいのはちょっとね。ああ、そういう。でも絞りたては美味しいよ。え？それを早速、全然やんなかったね、乳搾り。
もしかして、なんだよ、牛が怖いとか？そうだな、俺ももっと普通に楽しまないと。どんな楽しみ方したんだよ。どん、え？もうそれはコナミもハタナ3つさ。よし、次行こう。マジか、普通に楽しむって、あ、同じツッコミしてるじゃん。やっぱどんな楽しみ方してたのって、ほら頬を絡めながらこっち見てさ。あ、今日も笑った。あ、なんかスキンシップ出てたよ。君とだといつも笑ってる。ありがとう、ミナコ。うわ、ミナコ、ミナコ、急に名前で呼ぶじゃん。え、あのさ、どうかなって、この呼び方。いいよ。よかった。ダメって言われたらどうしようかって思った。でも急に呼ぶからちょっとびっくりしちゃった。ミナコ。ああ、はい。やばい、照れくさい。いや、こっちもあと10回呼ぶじゃん。10回は呼ぶじゃん。すごい呼ぶ。冗談だって。あ、よかった、冗談か。でも慣れるまで必要以上に呼ぶかも。それはどうだろうか。それはどうかな、笹くん。なんかちょっと照れるかも。君の家まで送る。あ、送ってくれるんだ。ほら、俺用心棒向きだしさ。そうなん？そうなん？あ、もう夜だよ、すっかり。送ってくれてありがとう。どういたしまして。じゃあな。あ、スキンシップ。どうかした？それはまだだよ。ちょっと待ってくれよ。あんだけ君さ、慣れるまで何回も名前呼ぶかもよって言ったくせに、こっちがその気になったらそういう感じかい。なんや、帰っちゃった。帰っちゃった。早速なんだよ、そんなモテ遊んでひどいじゃん。ひどい。あ、というわけでですね、さっさくんとの牧場デートを終えたわけですけど、まさかね、いや僕もね、そりゃときメモはもうプレステの頃から触ってますけどね、もうその頃からもう一生懸命やってたんですけど、ガールズサイドはちょっと実は初めてだったんですよ。こんなドキドキやきもきするもんなんだね、私みたいな男性も。これはね、ちょ、男性だからちょっとこう背伸びしたらなんかドキッとしてくれるかと思いきや、そんなことなかったね。これは奥が深い。これはね、あの女性だけじゃなくて男性諸君もやった方がいいよ。これはいい。もう服選びだけでこんなに時間かかるかってぐらいだから、ぜひ広くいろんな人にやってもらいたいですね。はい。コナミ。